ドルーモンドハイチャレンジマッチ B 卓の第2戦が今始まりました。座り順はトンチャから西島ゆかりプロ、ナンチャが高宮マリプロ、シャーチャが朝倉ゆかりプロ、ペイチャが水口美香プロ、こういった座り順となっています。ドラは同走です。西島プロの手配がこちら。続いて高宮プロ、かなり打点が必要となってきます。ただいい形か。朝倉プロは第一戦は3着でした。こちらが大きなトップを取りました水口プロの手配です。どうでしょうかね、各社。西島はまあね、まとまってるんじゃないですか。2面ツ一応出来上がっていて、そうですね、他にそこまで速度が速そうな手もないので、うん、まあ、西島チャンスですよね。今一番前回2着で一番トップには、ね、近い位置にいて、まあ、ただね、高宮も、はい、そこそこ整ってて、うん、この形、うん、はい、ドラも1枚入っています。で、まあ、3色見るんですけど、多分妥協点っていうのは作ると思うんですよ。その出役だけ目指して上がらないってやるともう一生勝てないんで、うん、っていうところで高宮の上がりもあるかなと思います。3、うん、色イシャンテンですね、うん、第一戦トップを取ったのは水口プロということで、水口プロは有価富士杯の、ね、個人戦、うん、決勝で優勝を勝ち取りました。前回の女流モンド杯チャレンジマッチもこの麻雀女王だった水瀬夏美プロが勝ち切ったということで、はい、やはりこう勢いというのはあるんですかね。ありますよね、まあ、大人数のあれだけの女流プロの中で頂点に立った一人ですからね。その勢い衰えていないのでしょうか。実際勝ち切る強さを持ってるから優勝してるってことですからね。こちらは総図に、そう、ドラドラの形いっています。また、ね、役牌も純白統一ですね。さらに西島プロ手配が、ね、伸びていきましたね、まあ、1万切っとけば3万もパーマンもキャッチできるんで、うん、おお来た、うん、リーチ3色ドラ、うん、関連ワンでリーチを打ちました。関連ワン待ち、これね、狙えますよ。 E マンが2枚切れてて、 U マン自身で切ってて、これあの折り打ちとかもちょっとね、粘ってヤンマンとか出上がりも可能性あります。西島が入り目次第でね、ヤンマン危ないですけどね。 E マンが、うん、ルが急走無視ですね。なんか誰か言ったみたいな聞こえないって、リーチっていう声が、うん、っていうぐらいのノータイムで無筋来ましたね、バシッと来ましたね、うん、どうだ、あ、これで出ないですね、出ないですね、うん、そう、頭がない形だったんで、あ、おー積もった、見事裏が乗った、積もり上がりました。乗らずリーチ積も3色ドラ1、2戦4戦の積も上がり、お、第2戦目まず上がりをものにしたのは高宮プロでした。いや、ね、水口は嬉しい上がりなんですよね、うん、そうですね、